で、盗難発生の時間帯も資料に載ってまして、基本的にはもう夜中です。深夜22時から朝の9時、これが 58.4% を占めて最も多いです。絶対に外交で公開せない。どうも、外交デザイナーの宮です。本日は盗難家ランキング10選とオープン外交のリスクと防犯ポイントというテーマでお話をしていきたいと思います。オープン外交で家を建ててしまうと泥棒に入られるリスクがかなり上がってしまいます。多くの方が間違っていて、オープン外交の方が防犯的にいいよって思ってる方がめちゃくちゃ多いんですけれども、実はそうではなく、オープン外交こそ防犯を気にしなきゃいけないし、しっかりと対策をしないと泥棒に入られてしまって、車を盗まれて家の中に入られてしまうことがよくあるんですね。これ実体験でたくさんそういった被害も聞いてますし、それからリフォームされる方も中にはいます。なので、もうすでに家を持ってる方だったり、今から家を建てる方、皆さん共通しているんですけれども、しっかりと防犯対策をしないと後々後悔をしてしまって、またお金をかけて防犯対策をする羽目になってしまいますので、必ず対策が必要になってきます。今日このあたりを徹底的にお話をしますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。またこの動画の一番最後に Q&A コーナーも設けております。毎日たくさんのコメントを皆さんからいただいているんですけれども、なかなか返していません。なのでですね、この動画の一番最後で返すコーナー設けてますので、こちらもぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは早速いってみましょう。先ほどお話した通り、オープン外交って防犯的にいいよねっていうのが世の中的によく言われています。これ聞いていくと、オープン外交って外からよく見えるわけですよ。だから防犯的にいいよねってよく言われています。ってことなんですけど、誰でも簡単に入れるんですよ。外から見えるから何っていう話なんですけど、なぜか見えるから入られた時に動きにくい、外から丸見えだから動きづらいから、反対にクローズにすると入られた時に塀で囲われてるから動きが分からず、外から何でも好きにできる、だから防犯的にクローズは良くないみたいに言われてるんですけれども、まあ、これ逆だなと思ってまして、このあたりをまずお話をしていきたいと思います。オープン外交にして車いたずらされて、タイヤパンクさせられた、車の盗まれたっていうのはよく聞きます。でテレビのニュースとかでも、ランドクルーザー、ランクルとかが盗まれたっていうニュースがあって、家とか映されても結構オープン外交とか、これは本当によくあります。じゃあ本当にオープン外交がセキュリティが高くて防犯的にいいのかっていうと、そもそもそこに疑問を感じますね。なので僕はクローズでしっかりセキュリティ対策をしている家の方が絶対的に防犯性高いと思うので、今日このあたりをですね、ランキング形式で盗難されやすい家、狙われやすい家の特徴10選お話をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。まずそのうちの1選目、フェンスや壁がないオープン外交の家です。先ほどちょっとちらっと言っちゃったんですけど、世の中的にはオープン外交は誰でも簡単に侵入できますと。でなおかつ外から見た時に丸見えだからこそ、泥棒や誰か侵入した時に動きづらくなると言われています。ただそこはちょっと疑問があって、誰でも入れるので侵入が楽なんじゃないかと思うし、そもそも泥棒しようと思ってる人がですよ、外から見られるから程度でやめるかっていう、そんなことはないかと思います。だからこそ侵入されるリスクの方を考えた方がいいっていうのと、下見も簡単ですよね。いわゆる狙いを定めて家を入ると思うので、誰でも見られる環境ですよね。要はどこに窓があるのかとか、庭の構造がどうなってる、家の間取りの構造もどこか、どこがリビングかとか、誰でも簡単に分かりますよね。並びに夜来た時に照明がどれだけ入ってるのかとか、防犯カメラがどこについてるのかも分かりますよね。なので全部の情報が筒抜けになっちゃってます。そこでオープン外交の方がセキュリティが高いかというと、そうは思わないっていうところですね。なので全部計画的に犯行できるのかなと簡単に思うし、なんなら留守かどうかも分かりますよね。あ、今の期間家にいないんだとか、そういうのも分かっちゃうかと思います。で情報も丸見えだし、当然表札ポストもあるので、誰々さんっていうのも分かるし、全部筒抜けですよね、オープン外交は。だからこそ危ないんじゃないと思います。過去のお客さんもオープン外交で家を建てて、駐車場に車を置いてたんですけど、夜間にタイヤパンクしてたっていうこともありました。で防犯カメラをつけた途端そういったことは減ったんですけれども、実際にオープン外交でもう10年ぐらい住んでて、やっぱりセキュリティ的にも弱いっていうことで、クローズ外交に全部1000万ぐらいかけてリフォームしたお客さんもいました。まあ、そういった形で皆さん家作りっていうのはなんとなく一回建てちゃう方多いんですけれども、ちゃんとセキュリティ防犯を考えて家作りをしないと後悔をしてリフォームとかされることが多いです。だから家作り最初の段階からちゃんと考えて、こういった情報ね、動画を見ていただいて理解しておいていただければ、後悔の少ない家を作ることができますので、ちゃんとね聞いていっていただければと思います。
続いて2戦目、目隠しが不十分で中が見える家。これまあさっきの話でオープン外交に紐づくんですけれども、やっぱりこう目隠しが弱くても問題かなと思います。これも何回も言いますけど、目隠しとかがあると外から見えないから好きに動けると言われがちなんですけれども、ここもある程度クローズにしてないと情報が筒抜けすぎるんですよ。だから吐き出し窓がどこにあるかも見えちゃうと、大体泥棒とかそういった強盗もそうなんですけど、窓から入るんですね。基本的に玄関からピンポンで入ることは基本ない。多いのは勝手口、家の窓です。ってなった時に窓の配置を分かる状態にしておくのも危険かなと思います。並びに勝手口がどこにあるかなって分かる状態も危険かなと思います。そう考えるとクローズの方がその辺の情報が外部から見えづらいので、情報のシャットダウンがされてるからこそ安全っていう部分もあります。目隠しイコール外から見えないっていうことの情報を与えないことに紐づきますので、これ結構重要なのかなと思いますので覚えておいてください。続いて3戦目、防犯カメラが設置されていない家。防犯カメラって今必須だと思ってて、基本的に家作り外構を作る方で、大体の方今つけてる方多いし、結構ご要望いただくんですけれども、めちゃくちゃ大事だと思ってます。10年前とかはしょうがないと思うんですよ。つけない方が当たり前だったと思うし、背景で言うと EC サイト、楽天やアマゾンみたいなところが結構普及してきたし、コロナとかそういったところもあって一気に家にいる時間も長くなったから、外交や家作りに向き合う方が増えたから普及したと思ってるんですけれども、今までは業者さんにお願いしないと防犯カメラなんてつけれなかったと思うんですけど、今って買い切りのモデルで数千円からつけれたりするんですね。だからめちゃくちゃいいです。で、僕が実際におすすめしてる防犯カメラ何ってよくコメントでもらうので、ちょっとあらかじめちょっとお伝えしておくと、楽天やアマゾンで売ってる TP リンク系は僕はおすすめですね。なんかいろいろ使ったんですよ僕。自宅でも採用とか会社でも採用とかしたんですけど、結局 TP リンク系はね一番いいと思います。使いやすさとかで言うとこのあたりかなと思いました。だからモニター付きの防犯カメラうち採用してるんですけど、モニターがね割れたりすると機能を失ったりとかめんどくさいんですよ。だからあの SD カードの使用のが案外アナログチックなんですけど良かったりしますので、まあそう考えるとこの TP リンクとかはいいのかなと思ってます。安ければ7000円とかで買えたりしますし、まあこれグレードいろいろありますので1万から2万ぐらいで買えちゃうので結構おすすめです。皆さんもそこまで高くない防犯カメラでいいのでぜひ使ってほしいなと思います。続いて4戦目、センサーライトがない家。これはね大事です。センサーライトって何かっていうと、まあ、人感ライトもそうです。あと明暗ライトもそうかな、僕の中では照度センサーって言うんですけど、人感ライトって何かっていうとカーポートとかにつける方が多いんですけど、あと玄関の上とか人が来た時にパッてつくライトです。これは結構いいですよ。人、猫とかでも反応するんですけど、物によっては温度とかで反応します。で、車が来ても反応します。だから夜家の中にいる時にパッて庭が光る時があるんですよ。だから家の中にいても、あ、なんか光ったっていうのは窓越しに分かったりするんですね。普段ついてなくてパッて光るから分かるんですよ。だからこのセンサーライトってね意外とセキュリティが高いし防犯面では役立ちますのでおすすめです。これが何もないとシンプルに機能的にもそうなんですけど、カーポートにあったら防犯にも役立つし、並びに夜帰ってきた時に駐車の止めやすさとかそういったメリットもありますのでおすすめなんですけど、防犯っていうことを考えるとこのセンサーライト結構おすすめというかちゃんとしてもらった方がいいので皆さん注意してほしいなと思います。結構ない家多いんですけれども、やっぱり後から欲しいっていう方もいるし、やっぱつけておいた方が良かったなって後悔する方も多いので、センサーライトはちょっと意識して設置していただければメリットが高いのかなと思います。結構ねつけて後悔する方いないと思いますよ、センサーライトは。でなくて後悔する人は多いので意外とおすすめです。続いて5戦目、ガレージやカーポートのセキュリティが弱い家。ガレージとかカーポートっていうのはさっきも話したんですけど、まあいろんな考え方があって、オープン外交でもいいしクローズでもいいんですけど、まあクローズだったら多分シャッターとかあるのである程度セキュリティは守れています。でオープン外交の時にやっぱりカーポートとか無防備の方が多いです。さっきも言った事例であったんですけど、このカーポートとかオープン外交の時に車は止まってますと夜間で、センサーライトもないので人が来た時に反応もしない、防犯カメラもないってなるともう無防備になる。要は鍵のかかってない家と一緒なんですよ。でここでやっぱシャッターとかあったら車がそもそも止まってるか分かんないし、結構シャッターってうるさいんで開けたらガタガタガタって音が鳴るんですよ。夜間そんな音になったら結構響くし聞こえると思うんで、そういったところを考えても結構セキュリティっていうのは大事です。で今時車ってことを考えると、ガレージやカーポートもそうなんですけど車のセキュリティも大事だなと思っていて、ハンドルロックとか今売ってるんですよ。ってなるとハンドル固定することができるんで盗難防止に役立ったりもします。こういったアイテムをつけるとハンドルがロックされて盗難防止に役立つのでおすすめです。なので帰ってきたら毎回これをつけるとか習慣化していただければ結構安全だったりしますのでおすすめです。ハンドルロックをあれば 100% じゃないんですけれども結構プラスになりますので、車の盗難防止を考えている方にはおすすめです。ちょっと補足なんですけど、やっぱり防犯とか盗難ってことを考えると家の中ばっか考えがちなんですけど、車も意外と多いんですよ、いたずらが。さっき言った事例でもあったんですけど、車のパンクをされるとか車盗まれるとか最悪じゃないですか。
車もやっぱり年間結構盗まれるんですよ。これちょっとデータがありまして、日本損害保険協会さんが出している資料で、これ2024年3月12日の資料なんですけど、調査結果2023年でお話をすると、ランドクルーザーが3年連続で盗難ワーストナンバーワンなんですね。で、全体を占める割合だとアルファードとかも今増加傾向で盗難のリスクがあるみたいです。で、車両本体の盗難は深夜から朝にかけて多く発生していますということなんですね。だからそれだけ今夜中ですよね。だからさっき言った人感証明とか防犯カメラが非常に重要になってきます。ちなみにアルファードとかっていうファミリーカーですね、これは高級車ですよね。車両本体盗難の全体に占める割合は2022年の 6.9% から2023年の 14% と増加傾向にありますと。車両本体の盗難の被害は特定の車種に集中する傾向が続いていますということなんですね。でもちょっと見てほしいのが、3年連続2021年、2022年、2023年とランドクルーザーが圧倒的ナンバーワンになっています。まあ、2021年に関してはランドクルーザーダントツ1位、全体の 13% で、2022年もランドクルーザーダントツ 16.9% で、2023年はランドクルーザーナンバーワン383件、比率という 14% ということで1位ではあるんですけど、アルファードがかなり上がってきてます、毎年。なのでそれだけアルファードの人気だったりとか盗難リスクが高まってますので注意が必要です。大体もう1位と2位とか3位とかって大体に今似てきていて、プリウスもそもそも市場の台数も多いので、まあ、ランドクルーザー、アルファード、プリウスとかこの辺りは狙われやすいので注意が必要です。で、盗難発生の時間帯も資料に載ってまして、基本的にはもう夜中です。深夜22時から朝の9時、これが 58.4% を占めて最も多いです。で、日中の9時から17時とかは意外と多いなと思ったら 27% とか、まあ、30% 未満なんですけど、それぐらいあって、大体がまあ夜なんですけど、まあ、そういった形でね、盗難のリスクがありますので注意が必要です。で、これ保険会社が出してるんで、盗難にあった、まあ、被害の実際のデータとかがあって出てると思うんですけど、年間のこの盗難の台数のデータも書いてあるんですけど、2021、2022、2023と大体ね、平均2500件ぐらいなんですよ。あんまここ変動なくて、って考えるとそれぐらい毎年絶対盗まれているという実績がありますので、皆さんもね、ランクルとかアルファード、プリウスを乗ってる方っていうのはクローズ外交、シャッターとかガレージとかつけてもらって、盗難されづらいような工夫をしないと盗まれる可能性がありますので注意が必要です。だから外交で家作りとか防犯って言ってますけど、車種っていうのも考えてもらった方がいいかもしれません。だから将来的にランクル乗りたいとか、アルファード乗りたい、プリウス乗りたいとか思ってる方がいれば、ちょっとリスクなので、だからクローズ外交にしようかなとか、だからセンサーライトつけようかな、防犯カメラつけようかなみたいな考え方もいいと思いますので、やってください。で、これはね、盗まれたらあってなるんですけど、盗まれてないっていうのがすごく重要なんですけど、その段階で多分後悔とか何も感じないんですけど、それが一番理想形なので、盗まれて後悔するよりもちゃんとね、盗まれない工夫をした家作りを最初からしてもらって、後悔のないようにしてもらえればいいのかなと思います。続いて6選目、勝手口が無防備な家です。これもね、さっきお話したんですけど、窓とか基本的に勝手口が入られる傾向にあります。だから昔と比べると今って勝手口のない家が増えてるんですよ。ただね、窓とか扉なんて増やせば増やすだけリスクではありますし、断熱も考えても窓とかない方が当然高いので、性能がまあ少なくなってはきています。なので勝手口つける方がいれば、まず二重ロックだったりとか、防犯のフィルムとかいろいろありますので、そういったものをつけてもらって対策はしてもらった方がより安全かなと思います。もっと言うと、入り口の段階からクローズ外交とか、そのあたりにセンサーライト、防犯カメラをつけてもらうとよりいいかなと思います。続いて7選目、これもさっきお話しました、窓が多い家です。基本的に玄関からね、入ってくることってないと思います。で、防犯カメラ、これもね、窓が多い場所に関しては絶対つけてもらうとか、センサーライトもつけてもらった方がいいのかなと思います。まあ、あるだけでね、相手に与える心理的な影響も大きいですし、そもそも賃貸にアパートマンションと比べて一軒家のデメリットが何かって言ったら防犯性なんですよ。10階のマンションとか賃貸の家と比べると、一戸建ての方が入られる場所が多くなりますので、やっぱ侵入のリスクっていうのはありますよね。だから窓が多いとか一応リスクにはなります。とはいえ窓のない家っていうのも現実的じゃないので、そう考えると窓ある程度必要だと思うんですけど、ちょっと少なくしてあげるとか、そういった工夫をしていただければプラスに働くこともあるかなと思います。続いて8選目、庭や敷地に砂利が少ないです。家の周りの砂利です。これ意外と大きくて、これ外交でできる話です。やっぱ住んで思うんですけど、いわゆる防犯砂利、白い砂利があって、これ結構僕おすすめなんですよ。これまあ地域によって呼び方違うかもですけど、僕らはまあ白川砂利って言ったりします。これの砂利がね、いわゆる京都とか、まあ、奈良とかいったところの枯山水ってわかります？お寺とかにあるような砂利で作る模様みたいなあれなんですけど、結構軽いんですよ。だから踏むとサクサク音が鳴るんですね。だから防犯砂利と呼んでるんですけれども、結構音鳴ります。僕は自宅に敷いてあるんですけど、日中もそんなにこう気にしないんですけど、夜間って周りも静かなんですよ。結構シーンとして
ていて、近所のテレビの音も聞こえないし車の音も聞こえないんで、でそうなった時にこの防犯砂利とかって踏むと結構響くんですよ、サクサクと周りに。だから日中はそんな感じないですけど、夜間防犯性は高いと思いますのでおすすめ。特に車通りとかないような、要は家の裏、人通りが少ないというか普段自分たちも歩かないような空間こそ、こういった散らかわ砂利とか敷いておいていただければよりいいのかなと思います。これは別にね、防犯砂利はより良いと思うんですけど、とはいえ普通の砂利でも全然いいと思います。何もないコンクリートとかってやっぱ響かないんですよ、踏んでも。当然なんですけど、でも砂利である時点でちょっと音は鳴りますのでおすすめです。砂利の種類もこだわってもらえばよりいいんですけれども、こういった普通の砂利があるかないかでも大きな差が出ますので、皆さんも砂利もちょっとこだわってもらうのもおすすめです。続いて9選目、誰でも簡単に入れる外構の設計です。これいわゆるクローズ外構、オープン外構の話にはなるんですけれども、オープン外構でもちょっと入られづらい工夫をしてみるとか、丸見えを防ぐっていう工夫をしていただければ、オープン外構でもちょっと防犯性を上げることができるかなと思います。本当にもう分譲チックで何にもないってなると情報が筒抜けだし良くないので、なるべく外から見て与える情報が少なく、なおかつ誰でも簡単に入れない工夫、フェンスだったり植物、門柱の設置位置、このあたりでもいいんですけれども、調整していただければより防犯性を上げられるのかなと思います。最後10選目、留守が分かりにくい工夫です。これも重要。これは言葉で聞くと車があるかないかっていう判断なので、オープン外交ダメじゃんと思うかもなんですけど、まあそれだけじゃなくて、例えばポストとかです。ポストも郵便物を貯めておくと留守なのかなと思われがち。特に年末年始とかお盆って旅行行くシーズンじゃないですか、ゴールデンウィークとか、そこの日に対して郵便物が 2,3 日溜まってたりすると不在なんだって分かりやすいです。だからこういった郵便物もなるべく取る習慣をつけるとか、ポストに鍵をかけるとかっていうのも意外と大事だったりします。でこれができていないと留守なのかって分かっちゃいますし、そうなった時にじゃあ防犯カメラがあれば少しは安全だったりしますので、防犯カメラを使って遠隔で見られるようにするとか、防犯カメラでも喋ることができたり、なおかつ家の中のね明かりだけつけておくとか、車もね不在か分かんないようなクローズにしておく、ガレージにしておくっていうのもポイントです。これができていれば防犯性を上げることができますので、皆さんねオープン外交で防犯を上げる、ないしはオープンをやめてクローズにするっていうね工夫をしていただければ、セキュリティの高い情報もね遮断された家を作ることができますのでおすすめです。はい、ということでね、今日はね防犯盗難の家ですねというテーマでお話をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。結構ねこの防犯ってすごく皆さん気にしてる部分だし、今から家を作る方だけじゃなくて、もう今住んでる方でも防犯で悩んでる方多いかと思います。だからこそリフォームとかで防犯カメラつけたいとか、センサーライトつけたいっていうお問い合わせが多いし、なんならクローズに変えたいっていう方も多いです。だからこそ皆さんね意識してちゃんと防犯も伴った家作りをしていっていただければ、そこからリフォーム代とかねしなくて済みますし、コスパよく家作りをね、セキュリティの高い家を作ることができますので、ちゃんと意識をして家作りをするようにしていってください。でね、この動画の一番最後にまた Q&A コーナーでいつももらってる質問の回答をしていきますので、最後までご覧いただければと思います。今日の動画いかがだったですか。今日の動画いいなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。またね皆さんのコメントどんどんお待ちしております。今日以降の動画でねまた取り上げて回答していきたいと思います。また概要欄の方に今日お話をさせていただいた内容に紐づくおすすめの動画のリンクを貼っておきます。この動画しっかり見ていただいたと思うんですけれども、それだけじゃなくて過去の動画もね一緒に見ていただければより学びになるかと思いますので、ぜひそちらも参考にしてください。またこのチャンネルでは失敗しない、後悔しないための家作り、外交作りについて情報を発信しております。ということでね、早速 Q&A コーナー行ってみたいと思います。今日のコメントはこちらです。皆さんはじめまして、防犯カメラをつけようと思いますか。現在駐車場両サイドに新築時からセンサーライトがついています。1、そのセンサーライトを取り外して防犯カメラをつける、センサーライト機能付きことは可能でしょうか。2、2つのライトの中央に防犯カメラを1台つける。1が希望ですか。壁の高い位置にあり、おそらく壁に穴を開けて電気が通ってるかと思いますが、実際業者に頼んでからしかわからないかと、ってことですね。僕のおすすめは1なんですけど、センサーライト外さなくていいかなって思います。こういう質問来たら多分そういう提案するんですけど、まずセンサーライトって電気が来てるはずなんですよ。電池式とかじゃなければつけてるのが、ソーラーライトとかじゃなければ、であれば電気があるので、その電気を分岐、増やすことできるんですよ、1本の線から。でそこでもう1個防犯カメラつければそれで解決かなと思うんで、センサーライトもあって防犯カメラもつく仕様になると思うんで、それが一番いいんじゃないかなと思います。外してもらうこともできます。当然もしなんか2個が嫌ならセンサーライト外して今ある線を使って防犯カメラつければそれで終わりです。ただ僕的にはライトも残しつつもう1個そのまま同じ線使って分岐して使えればいいので、ってなると配線もう1個通さなくて済みます。今あるやつをそのまま使うだけなんで、それでいいのかなと思います。とりあえずですね、2もありますけど1でいいのかなと思います。防犯カメラもね今日お話したようなものを使っていただければいいかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。で皆さんねどんどんコメントお待ちしております。また次回以降の動画で取り上げさせていただこうかと思います。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またね。